ほら見て見て、お花屋さんだよ。私お花大好き。ダーリンもお花好き？ねえねえ、一緒に見ていこうよ。ねえってば。ぶっ殺すわよ。私の年齢知らないでしょ。何よ、恋人気分を出そうと可愛くしてみたんじゃないの。もっと乗ってきなさい。デートの恥はかき捨てよ。お姉さん楽しそうですね。彼氏さんとデートですか？そうよ、ラブラブなんだから。いいな、楽しそう。イエーイイエーイ。それで今日はどんな花を探してるんですか？そうね、アジトに飾る花でも買っていこうかしら。花でも飾れば風水的にもちょっとはマシになるでしょ。アジト？そうなのよ、この子ったら秘密組織の一員でね、人知れず悪魔と戦ったり合体したりしてるのよ。ほんと困ったもんよね。やったお姉さん、超ウケる、マジヤバい。ウェイウェイ。お花はシェアハウスに配達してもらったから、後で私がいい感じに飾ってあげるとして、次はストーカー退治と行きましょうか。そこ、おとなしく出てきなさい。チッ、才川青蘭。呼び捨てにされるほど親しくなった覚えはないわね。デートの邪魔をする野暮な男はこの私が成敗してあげるわ。三者に用はないわよ。出ろ。私が追われてるのよ。だってほら、あれはストーカーだし。それよりバトルで疲れたわ。ちょっと休みましょう。ちょうど向こうに公園があるから、公園で一休みするのもデートの定番でしょ。本当に今日はよく晴れているわね。青い空に白い雲、たなびく雲の尾はまるで悠久なる黄河の流れのよう。黄河見たことないけど。いや、なかなか機会がないのよ。こう見えても私、龍脈の監視やらアウラゲートの門番やらで結構忙しいんだから。だからね、こうやってのんびり過ごす時間はすごく貴重、人にはね。ただ空を見上げて静かに過ごす時間も必要なのよ。本当にそうなのでしょうか。ああ、突然すみません。いいんですよ、お話を聞かせてください。
私の息子は。それはもう努力家で、朝から晩まで夢に向かって努力しておりました。それこそ空を見上げる間もないくらいに。それがある日夢に破れましてね。それ以来気が抜けたように、気がない一日空ばかり眺めるようになりました。私は思うのです。空を見上げる間もないほど一心に夢に向かっていたあの頃の方が、息子は幸せだったんじゃないかと。すみません、年寄りの無駄話に付き合わせてしまって。お気になさらず、私はその問いかけへの答えを持ち合わせませんが、ただ人には夢を捨てる自由もあります。困難な夢を捨て楽になることもまた人に許された自由だと私はそう思いますよ。ありがとう、お優しい方なのですね。いえいえ、それほどでもありますけど。